ただ貼ってない方はダメですよ、うん、必ず貼ってくださいね。50万以下の最大50万以下の罰金がありますんで。はい、お疲れ様です。本舗いろいろチャンネルです。今日はね、今日の動画は、ちょうど1ヶ月前ぐらいかな、車検、この私の 20Rファード車検受けまして、で、車検ステッカー、この車検ステッカーの貼り位置が変わりますよっていう動画を、出させてもらいました。で、車検ステッカーの位置が変更になりますということで、こちらの方に、はい、貼りました。で、はい、それで、ちょうど、まあ、貼って1ヶ月ぐらい、まあ、この車のずっと乗ってるんですけど、1ヶ月ぐらい経って、まあ、実際この場所に貼ってどうなのか、うん、気になる方、うん、たくさんいらっしゃいまると思います。まあ、実際運転してて邪魔になるとかね、うん、目に入って目障りやとかね、思われる方もたくさんいらっしゃると思いますんで、まあ、私自身の感想ね、うん、1ヶ月間ここに貼ってから約1ヶ月間、乗った感想をちょっと今日は、うん、皆さんにご報告したいと思います。まあ、今まではね、車検のステッカーというのはこのちょうど中央のこのミラーの後ろぐらいに、うん、バックミラーの後ろぐらいに、まあ、皆さん貼ってたと思うんですけど、今年2023年の7月3日より、3日以降にね、車検を受けた車から車検ステッカーの位置が変わりましたよっていう動画、うん、もしね気になる方がありましたら、うん、私別で、うん、動画上げてますんで、そちらの方を見ていただいたら嬉しいんですけど、で実際ね、こちらに貼って、まあ約1ヶ月走ってて、まあ、まあすれ違う車とかもたまにね、まあ、こちら貼ってあるやつ、まあすれ違ったりするんですけど、まあ実際、まあ1ヶ月乗ってみて、まあ、最初はまあすごく気になって、なんか目障り、うん、なんかずっと前見ててもここが気になってしょうがなかったんですけど、まあ実際私1ヶ月乗ってみると、途中から、うん、全然気にならなくなりました。うん、なんかこれが普通って感じ、うん、だからやっぱ最初はね、皆さん、うん、嫌やな、なんか目障りやなと思われると思いますけど、まあ実際慣れです、うん、慣れたら全然なんともないです、うん、私自身はね。なんでね、まあ別にここでも全然いいんちゃうかなと思いました。まあほんでね、ちょっといろんな人に聞いてみたんですけど、車検受けた方、やっぱりね、目障りや邪魔やっていう方もいらっしゃいますし、まあ一番のネックは、まあ、フロントガラスで、だいたいこの辺にだいたいテレビのアンテナとかなんかいろいろ貼られている方がいらっしゃるじゃないですか。なのでそういう方はそのアンテナと被るんで、それが大変やって貼り直したりしたんで大変やっていう方もいらっしゃいました。ただね、まあ一応7月3日から法律で変わったんですけど、まあ、この妨げになる場合は、まあ、実際はここなんですけど、妨げになる場合は前方かつ見やすい場所にでも構わないっていう、うん、まあ、例もあるんで、実際絶対ここじゃないとあかんということではないんです。ここが妨げになる方、うん、は別に、うん、前方の見やすい場所でしたら、うん、大丈夫みたいです。なんでね、うん、だからアンテナ張った子、アンテナ張ってた子も剥がしてアンテナ張り替えたとか言ってたけど、実際アンテナ外さんと、まあ実際前方の上のこの辺でも良かったかなと思います。まあほんでね、先ほども言いましたけど、まあ、人それぞれやと思うんですけど、私自身は全然全く気になりません。うん、まあ、最初はすごい気になってましたけどね、うん、慣れちゃいましたね、もう。なんで、はい、まあここでもいいんじゃないかなと思います。まあ7月3日から、うん、始まっていますんで、そこから徐々に4月3日以降車検を受けられた方、
徐々に、貼り位置変わっていくと思いますんで、わざわざね、今真ん中に貼ってあるのを外して貼り替える必要はないので、はい、まあ次回の車検から多分貼り位置が変わってくると思います。まあ全然知らんとね、真ん中貼ったりしている方もいらっしゃると思いますけど、まあ実際どうなんかな、まあ実際ね、妨げになるか場合はね、まあこちらでもいいみたいなんで、まあなんともないかな。ただ貼ってない方はダメですよ、必ず貼ってくださいね、貼ってない方は50万以下の、最大50万以下の罰金がありますんで、まあ今まででしたら、まあ貼ってなくても注意ぐらい、なんともなかったんですけど、それは厳しくなってます。まあ見つかると50万円以下の罰金になりますんで、ね、50万円払うは危なしいでしょ。まあだから必ず貼ってください。まあそんな感じで、全然、私もね、実際初めはってこんなとこ貼って絶対邪魔になると思ってたんですけど、こちらね、絶対邪魔になる、こんなん、なんでこんなとこ貼るんって実際思ってましたけど、まあ正直今は何ともありません。慣れました。はい、ということでね、こちら、車検ステッカー貼り位置変わりましたんで、皆さんご注意ください。でね、気になる方は、まあ動画別で上げてますんで見ていただけると嬉しいです。ということで本日は、まあ車検ステッカー貼って1ヶ月、支障あるかっていう、はい、動画でした。はい、ということで、全然、まあ車検ステッカーの見間違い、昔に比べたらちっちゃくなったしね、全然昔に比べたら大丈夫やと思います。まあでもね、本当にアンテナついてたり、なんかここにね、なんか、まあ、つけられてる方いらっしゃるじゃないですか。それで妨げになる場合は、まあ前方の見やすい場所、上部の見やすい場所でも大丈夫なんで、はい、必ず貼ってくださいね。貼らないのはダメですよ。まあその辺を注意して行っていただきたいと思います。はい、ということで本日も皆さん、ご視聴いただきまして誠にありがとうございました。もしよろしければね、グッドボタンとチャンネル登録ポチッとポチッとよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあ本日も本舗ヒロチャンネルでした。終わります。バイバイ。ポチッとな。